大吗 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが5月7日の日曜日なんですけれども、今回の動画は今後考えられるタイガースのローテ大幅再編について、というのもここまでのタイガース結構ローテの再編行われてきましたが、そんな中、ここまで中継ぎとして貴重な活躍見せてくれていた富田投手が今後先発調整、で、それに伴って本日中にも登録抹消という形になります。で、そういった中、今後どんなピッチャーが入れ替え候補になるのか、 どんななな先発運用ににっっててていいききそうののかかこの点につもも深掘りしまますよかったら是非とも最後までご覧いいただけると嬉しでですでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、今後考えられる、ローテの大幅再編について、まあ、タイガースは昨日、6日の試合が中止になって、本来7日の試合はね、もともと西純也投手が登板予定でしたが、スライドという形で村上投手が登板。で、そのことについて岡田監督は、西純也をヤクルト戦に回すけどな、また天気がやばかったら変えなあかんから、まあ、明日はスライドで村上が、また雨降ったらちょっと考えなあかん。村 村上のスライドは当然やし西純也もまだ登録してないからなわざわざ西純也登録して誰かと変えるのもありやしそらええピッチャー勝ってるピッチャー優先せなあかんとこのようにコメントまあ、ですので本日の試合も無事消化できるかは分かりませんが先発予定は村上投手、まあ、村上投手はプロ初のね登板日をずらしての試合という形になりますが村上投手はそのことについていつも通りやるだけなんで何も気にせずにできれば本当にすんなりいけると思いますとこのようにコメント、まあ、村上投手の場合は2軍でもスライド登板経験済みですし今の勢いを岡田監督は勝ったという 形になりますで、村上投手は4月の1日、今シーズン中継ぎとしてね、初登板してから、現在開幕25イニング連続無失点と無双状態。で、開幕からの連続イニング無失点記録は、2リーグ制後、セ・リーグ記録だと、1963年、中井投手が達成した31イニング。ですので、今後、村上投手は6回無失点で抑えることができれば、セ・リーグ記録に並ぶと。で、村上投手はそのことについても、いつも通りに投げればいける自信があると、まあ、このようにコメントしてるんで、村上投手の回答にも期待ですよね。まで、あ、ですので今シーズンはこの村 身投手もそうですし現役ドラフトで獲得した大竹投手まあ昨シーズンまで一軍では投げていなかったそしてタイガースにはいなかったまあ、いわゆる新戦力と呼ばれるピッチャーの活躍が本当にすごいで、ここまでタイガースのチーム防御率は2.60まあ、昨日の動画でもご紹介した通り救援防御率1.69とまあ、中継ぎ人の安定感も本当にすごいんですが先発も防御率は3.07ですからねまあですので決して先発の防御率がめちゃくちゃ悪いということではないんですが、まあ、やはり岡田監督が就任前からそして就任してからもねこのピッチャーたちが軸になる あるんだと、まあ、期待をかけ続けた選手の状態がなかなか上がってこないんですね、まあ、というのもタイガースの大黒柱、まあ、エースの青木投手はここまで5試合登板して防御率が4.851勝3敗、まあ、青木投手の場合は前回登板、初回に3失点あったんですがそこからなんとか立て直して6回3失点、まあ、しっかり試合は作ってくれましたからねですので次回以降青木投手がどういうスタート切ってくれるかこれも注目なんですがもう1人の大黒柱西勇気投手の状態もなかなか上がってこないここまで5試合先発して防御率が5.401勝2敗 まあ西投手の場合は3回5失点さらに2回6失点とかなり打ち込まれる展開が続いていて、まあ、岡田監督も今後のね試合消化次第ではありますが西投手の登板間隔を空ける可能性についても語っていますそして若手ピッチャーもそうです、まあ、西淳也投手と佐伯投手ね、まあ、この2人に関しては岡田監督が就任してからずっと期待のコメントを出し続けてきましたが西淳也投手も再び1軍昇格を果たしますがここまで3試合登板して防御率が5.65で再伯投手も先日抹消があって5試合投げて防御率が2.86、まあ ずっと良くないということではないんですが、やはり岡田監督の期待値も高い分、もう一度二軍で調整してこい、まあ、そういう判断になったのかなと。まあですので今日の試合を無事消化できるかどうかで、今後のローテも大きく変わってきそうですが、まあ、このように開幕から計算しようとしていた4本柱、まあ、これに加えて伊藤投手もね、まあ、開幕出遅れるという形になりましたから、まあ、結構先発ピッチャーに関してはアクシデント続きではあるんですよ。で、開幕から二軍で調整続ける先発ピッチャーの現状を見ていきたいんですが、まずはブライアンケラー投手、まあ、このケラー投手も新スケッでビーズリー投手と同じくね、一軍 しししててほしいピッチャーでででははああるんんすがここ最近ウエスタンでの登板はありませんそして日本人ピッチャーの内容を見ていくとまずは左なら桐敷投手ね、まあ、村上投手と桐敷投手、まあ、この二人も同じくね岡田監督も期待をかけていて同じ日に登板したり、まあ、競争意識というのを引き出していたわけなんですがその桐敷投手の状態もなかなか上がってこずここまでウエスタンでは6試合投げて防御率が6.03前回登板のホークス戦では3回3分の2を投げて被安打96、まあ、失点があったということでかなり打ち込まれたそして1軍経験豊富なピッチャーでいうと秋山投手 秋山投手も開幕ローテにね名前を連ねていましたがこの秋山投手も先日のホークス戦4回を投げて被安打7本5失点ということでこちらも打たれてしまった、まあ、ですので岡田監督の期待値が高かったり一軍経験豊富なピッチャーに関してはこういう時にねまあ白羽の矢が立ってほしいところなんですがなかなか今そういう状況まではいっていないで若手ピッチャーでいうと昨シーズン一軍も経験した2年目の森木投手もなかなか状態上がってこずまあ先日のバハローズ戦では5回を投げて5失点、まあ、ちょっとストレートが引っか,かかるかなという印象もあるんでやはり課題はコントロール ですかねまあ、ですので、今後はどのピッチャーが状態を上げてくれるか、この点も注目なんですが、若手で言うと左ピッチャーがね、ここ最近いいアピールを続けていて、例えば川原投手、川原投手は先日のホークス戦、5回を投げて1失点、そして昨日、6日のバファローズ戦に関しては、鈴木投手が5回3分の1を投げて1失点ということで、鈴木投手もこれまでコントロールに苦しんできたピッチャーですからね、ただその中で昨日は与えたフォアボール2つ、しっかり試合を作ってね、タイガースはさよなら勝ちを収めたということで、まあですので、今の2軍先発事情を見ていくと、次は 誰にチャンスが巡ってくるかこれはまだまだだからなない状況なんですねこのように1軍2軍ともに様々な先発事情がある中、ついに岡田監督が動き出します。というのも昨日、タイガースは試合が中止になって、先発ローテーションの再編があった。で、そのことで、ドラフト6位ルーキー、富田投手が2軍で先発調整することが昨日分かったんですね。で、富田投手は本日7日に出場選手登録を外れる予定で、まあ、今後は先発として調整していくという流れです。さあ、皆さんはこの富田投手の先発調整、どのように考えますでしょうかで、その富田投手のここまでの1軍成績 ですが7試合登板で全てこれは9円登板ここまで防御率3.38プロ初勝利も含めて1勝0敗。 今シーズン8イニング投げて奪った三振5つ、与えたフォアボール2つで、左打が1割1分5厘という数字です。まあ、ちょうど昨日の動画で、タイガース中継陣の現状について触れましたが、この富田投手と及川投手、この2人がいわゆるロングリリーフという枠で、しっかり試合を作り直してくれていたんですね。まあ、僅差の場面で投げることもありますし、本当に様々な役割をこなしてくれました。で、岡田監督もこの富田投手については、いい役割を果たしてくれてると、まあ、先日も絶賛コメントを出していましたが、やはり富田投手の場合はコントロールがいいですから、まあ、これまでの登板見てても、コントロールで 崩れそううなな心配といいのはない、まあ、今後、先発になってね、それがどうなるかわかりませんが、まあ、今活躍している村上投手や大竹投手もそう、岡田監督としてもやっぱりピッチャーはコントロールよと、まあ、こういうコメントというのも出してるんで、まあ、今回富田投手に白羽の矢が立ったのかなと。で、今回の富田投手の先発調整に関しては、今からというよりも、まあ、これからまたね、ちょっと先発ピッチャーの状態が落ちてきたとき、まあ、いわゆる有事に備える意味合いが強いのかなと、まあ、タイガースは今、貯金5つね、持ってますけれども、まあ、今後に向けてその準備を進めるという流れです。で、富田投手は試合が中止になった昨日、 投球練習を行ったんですが、そのことについて富田投手は40球から50球ぐらい軽く投げたバッターに立ってもらって投げた感じですとこのように説明。まあ、富田投手の場合は3日のねドラゴン戦で2イニング投げて、でそこから中2日でブルペン入りすることっていうのはなかなかないんで、やはりこのことからも富田投手が先発として準備を進めてるということがわかります。もともと先発志望のピッチャーということもあって、まあ、今のチーム事情を考えてもね、まあ、いいタイミングなんじゃないかなという風にも感じます。さあということでこのように岡田監督としても今後の戦いに向けて一人でも多く先発ピッチャー確保しておこう。 まあそういう動きになったわけなんですがその中で今後気になるのは、まあ、富田投手が抹消になってこの枠で誰が上がってくるかもうここですよねやっぱり富田投手が開幕から担ってきた役割というのは非常に大きなものがありますし、まあ、今後上がってくるピッチャーがその枠ではなくてもやはり中継ぎ陣の補充というのも必須でそういった中で週明け、まあ、昇格最有力候補として名前が挙がってるのが浜地投手なんですね、まあ、浜地投手は今シーズンここまで1軍で5試合登板してなんと防御率が14.54、まあ、浜地投手は昨シーズン1軍で52試合投げて打たれたホームラン3本で は6点だったんですが、まあ、そのホームランの数はねわずか5試合で並ぶという形になってしまいましたし次席点に関してはすでに昨シーズンを超えてしまったまあ今シーズンも去年に続いて安定感抜群のピッチングに期待というところだったんですがなかなか状態上がらず4月の12日に登録ましょうただ浜地投手は抹消前に岡田監督の元に自ら歩み寄って力になれずすいませんでしたと、まあ、このように切り出してでそれを受けて岡田監督も去年まで評論家という立場で見ていた目線と今の目線で見た浜地投手の違いというところを分析。でそこから浜地投手は� 切ったわけなんですが、先日4月の25日、まあ、ウエスタンのカープ戦ですね。2。軍降格後初登板という形になって、この試合1イニング3者凡退という荒唐を見せてくれました。では、まち投手はこの試合振り返って感覚は良かった。1。軍で投げてる時と感覚は全然違ったんで、いい方に行ってるのかなと思います。技術的にもメンタル面でも良くなかったですし、全体的にバランスが崩れていた。まずは体のコンディション良くすることと良かった時に戻るんじゃなくて、どうやったらパワーアップできるのかを考えて、あとは精度を上げていきたい。パワーアップした状態で、また1軍に呼んでもらえるようにしたいです。と、このように。 ていましたで、そこからの浜地投手の2軍登板の内容なんですが、ここまでウエスタン4試合登板して、防御率が0.00、4インニング投げて、奪った三振3つ、そして与えた四死球は0ということで、浜地投手らしい投球内容です。本日7日以降、この枠では浜地投手が登録予定ということで、一体1軍に戻ってきてどういう姿を見せてくれるか、これは大きな注目ポイントです。ということで最後になりますが、富田投手が先発調整になったり、その枠で浜地投手が上がってくる予定であったりと、まあ、ピッチャー事情に関しても色々変化していますが、そんな中、まあ、中継ぎでもう一人、 まあ、岩佐投手についても昨日の動画で最新の復活プランについてご紹介しましたが、そんな岩佐投手も昨日、抹、ま、消、あ、後初めてブルペン投球。で、岩佐投手は昨日のブルペン投球振り返って、強度的にも徐々に上げていった。最後は7割ぐらい。これからもう何回か座らせて入りたいと、このようにコメントしています。まあ、岩佐投手のコメント見る限り、本当に順調ですよ。まあ、徐々に強度上げていって、しっかりブルペン投球できているわけですから、まあ、今後早ければ5月中旬の実戦復帰というのもあるかもしれません。そしてブルペン投球解禁したことで、キャッチボールの距離の制限もな ななくっってキャッッチボールの相手手もスタッフから選手同士になったとで昨日ね、その岩佐投手とキャッチボールしたのが小川投手だったんですが、この小川投手の復帰も楽しみですよね。まあ小川投手といえば去年12月、まあ、手術があって、なかなか実戦登板できなかったんですが、まあ、今後5月中の実践復帰を目指すことを明らかにしました。もうすでに小川投手の場合はブルペン投球複数回行っていますし、実戦復帰は間近かなというところ、まあこの小川投手も復活してくれたらめちゃくちゃ大きいですよね。去年は様々なチーム事情で開幕ローテ入りも果たしましたし、先発中継ぎ、まあ、両方こなすことができ そして今シーズンに関してもこの両二並みでね復活の道をたどっていくという流れです、まあ、タイガースは昨日の中止もあって結構9月は予定パンパンなんですよね、まあ、12日から18日ここ7連戦があってでその後はまた6連戦がある、まあ、ですので本当の意味の勝負はやはり9月以降になってくるかなというところなんで今回の富田投手の先発調整もそうですし岩佐投手がゆっくり仕上げているそして先発な担ぎ両方行こなせる小川投手の現状であったりあとは高橋遥人投手がどうなるかこれも気になるところ、まあ、ですので最終盤に向けてというね言い方は変かもしれません ませんが今のうちからしっかり戦力を整えていくこれが1年間戦い抜く中で大きなポイントになるんじゃないかなということで今後のピッチャー運用どうなっていくか引き続き注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画では今後考えられるタイガースのローテ再編問題についてでその中で富田投手の先発調整そして浜地投手の昇格についてご紹介させていただきましたまあ富田投手の場合は決してね1軍で焦って先発登板という感じではないんで中継ぎで投げてきた疲労というのもあるでしょうしまずはしっかりこれを抜いて先発としても結果を出してほしいところ ま富田投手ならしっかりやってくれるんじゃないか、まあ、そういう思いというのもあるんで。 今後のローテ再編も注目していきましょう。皆さんは富田投手の先発調整、そして今後のローテについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ダメになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万2000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者4万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホー、ありがとうございました。これから先発ローテ、再編どうなっていくか、そして富田投手がどんな調整を進めてくれるか、引き続き注目していきましょう。ではまた。